そうですね、京都でどうしても試合したかったんで、その試合を、はい、させてもらえるということで、はい、すごい頑張ろうと思ってます。長いキャリアを振り返って、思うこと、まあ怪我もあったし、まあ、悔しい思いもしたし、いろんな人と出会えて、やっぱこのキックボクシングっていうのをやってて一番良かったのは出会い、そのやっぱりすごい好きなことをやってて、自分よりもやっぱりすごい人に出会えて、すごい選手とリーグの上で戦えて、やっぱりその生きがいっていうか、まあそういうのを見つけられたってことがすごい自分の中では一番良かったことで、まあそのデビューからこの間のスターボーイまでね、まあ積み重ねですよね。努力してしんどい時やっぱりこう練習できない時でもやっぱりボクシングのこと考えて、うん、やっぱ強くなってたんで、でもいつやめるか分かんないですけど、こう自分で、まあ、キックボクシング始めて、まあ、やりたかったことの一つっていうのがやっぱり京都で試合をするってことだったんで、まあ、やっぱ京都で試合するのにもいろいろ理由があるんですけど、まあそのそうですね、こう今振り返ってですかね、まあ、いい試合をしたいなと思ってます。KO 勝ちに別にこだわってるわけじゃないんですけど、まあ、その倒せるような練習はいつもしてます。まあ自分もそうですけども、みんなやっぱりすごい練習してるんで、自分もやっぱり負けないように練習をしてるんです。だから変わってるのはないと思います。キックボクシングが好きなんで、まだまだ戦います。そうですね、まあ、目標っていうか今後の目標っていうか、そうですね、こういう年齢までそのこういう格闘技やらせてくれてる家族にすごい感謝してて、こう、まあ、危険な、まあ、競技なんで、やっぱりそれが一番、そうですね、その感謝してる部分であって、その家族を幸せにするっていうのがやっぱり今後の目標ですね。ライバルは、まあこのまあ、去年、おととし、ぶっ飛ばされてる安井選手ですけど、まあ、今後やりたい選手については、まあ、シークレットです、まあ、言いづらい、はい、対戦相手、辻選手見たときに、ちょっと運命的な感じしましたね、すごい、ね、好きなタイプの選手ですね、まあその、簡単に全然勝てると思ってないし、まあ勝つか負けるか分からないですけど、多分自分のこう48戦やってるんですけど、キャリアの中で多分一番イケメンですね。ものすごくかっこいい選手です。でしかもあれですよね、そのすごい気が強くって攻めるときに迫力のある選手なんで、うん、その、まあ、何人か候補いるんだけどって言われたときに、やっぱりその、あ、辻江選手がいいっていうふうに、まあ、言ったのは、その絶対多分面白い試合になるっていうか、多分自分が楽しめると思ったから、やりたいっていうふうに言ったんで、うん、まあちょっとね、かっこよすぎて、ちょっと爽やかな人なんで、こう、うん、まあ、多分その勝っても負けてもお互い、どんな試合になっても、ちょっと終われるかな、はい、そんな感じですね、印象的には、はい。まあ、どんな試合になるかっていうのは本当に多分分からないんですよね。でやってみるまで分かんないと思うので、ただ、まあ、自分もね、そのやっぱり若い選手京都でやるんで、逃げるような試合っていうのはしないんで、やっぱりこう攻める、まあお互いやっぱり攻め合うと思うんですけど、はっきり噛み合うか噛み合わないかっていうのをやってみないと分かんないんで、そこはちょっと難しいですよ、分かんないです、はい、地元京都で頑張ります。